すいません。最近ね、もう何をやってもやってもやることがなくならないっていうぐらい忙しくて、その YouTube がね、どうしてもブラックタンボ動画載せてほしくないみたいなんで、えー、人権 .tv っていうサイト独自にた立ち上げて、まあいろいろごそごそやってるんですよ、今。うん。そういうことで忙しいんだけども、えー、先日ね、 えこんな記事がね、西日本新聞で出たんですよ。えー、動画配信中、ルーツ公表に至るまで私は部落から逃げてきた記者が語るって言ってね、西日本新聞の西田正也記者、29歳で、 え、なんか、支局長,長をやってるんですね。優秀な方ですね。なんか、若いし、イケメンだし。で、この人が、えー、自分、ブラック出身だって言って、いろいろ動画で語ってるんですね。まあ、記事も出してたんですよね。まあ、ちゃんとね、ちゃんと、西日本新聞にお金払って課金して、えー、この記事も読んだし、この動画も、あの、見たんですよ。全部、最初から最後まで。で、それで、まあ、私の感想なんですけども、なんかこう、何が言いたいのかわからないって、 っていうことにね、なんか輪がかかってますね。結局これ、何が言いたいのうん。どうして欲しいの っていうことが見えない記事ですね。で、まあ自分がね、ブラック民宣言したとか、あとまあ最初の方でね、あの私のことも出てましたよ。なんかトットリュープの動画がね、どうだこうだって、なんかネットでブラック差別がある、まあその事例として、えー、YouTube のブラック探訪動画がどうこうって言ってるんだけども、じゃあそれを、じゃあどうして欲しいのかって言わないんですよ。なんかあの、インターネットのね、モニタリングをなんか自治体がしてどうのこうのって言うけど、 だけどさ、いや、消しからんから消せっていう話もしないんですよね。まあ、それをメディアが言っちゃうとちょっとおかしなことになっちゃうからでしょうね。そんなメディアがそんな人のなんか記事だとかコンテンツについてね、消せなんていうような筋合いのものでも、ものでもないし、そういうことはっきり言うとブーメランになっちゃうから、まあ、そこははっきり言わないんですよね。まあ、卑怯ですよね。まあ、そこは言いたくないんでしょう。そこはずるいところだと僕は思いました。 で、西日本新聞、これ、この記事にね、もう大反響があったって言って言うんですよ。えー、っとね。 えー、西日本新聞のね、ツイッターアカウントがあるんですよね。えー、6月2日、配信始まりました。ルーツ公表に至るまで私はブラックから逃げてきた記者,が、えー、記者が語る。反響の大きかった連載私はブラックから逃げてきた。被差別ブラック出身の記者がカミングアウトして自らとブラック問題向き合いました、えー。取材の舞台裏を語った動画は本日から配信中ですって出てるんだけども、このツイッターのね、 これ、ツイッターって、まあ最近ね、このツイートが何回見られてたのかって言って分かるようになってるんだけども、2012ですよ。2012回見られて、で、いいねが3つ、リツイート4つです。こんな僕のツイッターアカウント、神奈川県人権啓発センターのツイッターアカウント、さらにはもう自転車のアカウントよりも、ずっと少ないんです。とても、大手新聞社のね、 アカウントとは思えなんです。思えないですね。これ4、4万2千人もフォローあるんですよ。このアカウント、ツイッターの。なのに、まあ、まあ、こんな観光取りが泣いてる状態で。で、西日本新聞のサイト見るとね、記事のアクセスランキングが、こうやって出てるんだけども、1日のランキング、1週間のランキング、1ヶ月のランキングでも、全然この記事出てないんですよ。いや、大反響ってどういうことなんだって思ったら、あの動画の中で語ってたんだけども、まあ40通ぐらい、 えー、なんかお手紙というか、まあ、そういうものが、あの、来たそうです。西日本新聞に。うん。だけど、でもね、 うん、新聞でやっぱこうアクセス数稼いでなんぼと思うんだけども、それなのになんかこのキャンペーン記事やる意味ってよくわかんないと思うんですよね。別に反響でお手紙が来たからって言って、それでなんかアクセス数が出て新聞社の利益になるとは到底思えないし、で、それにまあ僕も経験あるからわかるんだけども、このブラック問題とかにね、この関心を持つ人っていうのは多くはないんだけども、まあすごいねっとりねっとり粘着質な人が多いから、まあそういう人はわざわざなんか、ね あのコアなねあの読者が多いからだけどまあ数は知れてるんで、まあ、しかもまあぶっちゃけ解放同盟関係者が多いしまあちょっとねちょっとあの頭おかしい人が多いっていうのがまあ僕の感触なんですよねなんかこう感情に流されやすいっていうかそういう人が多いっていうふうに思うんですよね。でそれで いや、全部、全部聞いたんだけども、大事なことを言ってないんじゃないですか。その反響っていうのに、あの、人権連もあったんじゃないですかっていうところなんですね。僕もツイッターで触れたんだけども、なんか人権連のね、 えー、なんかシンポジウムなのかなそこでなんかこういう話が出てたよっていうので、シンポジウムのあの、記事をね、なんか僕に送ってきた人がいるんだけども、で、その中にね、あの、西日本新聞の記事を見て、なんか人権連が、その、まあ、交渉なのか申し入れなのか、その、西日本新聞の記者ですね。多分山口慎太郎記者とか、ひょっとしたら西田さんもその場にいたのかなまあ、とにあ、でも多分西田さんいなかったかもしれない。 いなかったのかもしれない。で、そこになんか、陳天連が申し入れ、申し入れに行って、あれやこれや行ったみたいなんですね。 それで、えー、皆さんね、あの、マスメディアの人でも、ほんと知る人ぞ知る話だと思うんだけども、まあ、その記事についてね、ブラック関係のことを書いたら、なんか解放同盟がイチャモンついてきてっていうのは、まあ結構有名な話なんだけども、実はね、人権連も結構ね、メディアにイチャモンついてくるんですよ。あの、人権連の場合は、解放同盟べったりの記事を書くと、こうやってね、あの、イチャモンついてくるんです。まあ、イチャモンって言ったら失礼かもしれないけども、それで、だから当然ね、あの、 まあ、だいたいこういうパターンですよ。ブラック差別は深刻だっていう記事を書くと、人権連が、いや、そんなことはないって言って言うわけです。で、今回もそのパターンで、まあ、これ別にね、特別なことじゃなくて、結構風物詩なんですよ。結構こういうことってね、実はね、よくあることなんです。あの、童話関係のこの業界では結構有名な話なんですよね。で、人権連が、まあ、例によって、西日本新聞に、まあ、あの、講義に行きましたと。それで、え西、あの、人権連はですね、こんな風にもう差別はなくなってるじゃないか。なのになんで、 こんな、ねえー、お涙ちょうだいの記事を書くんだっていうわけですそしたらですねちょっと面白いことを書いてるんですよ「いくら私たちが西日本新聞に問題が解決しているデータを示してこういうふうに解決してきているじゃないかということを伝えてもそれを書くのはダメです」というのですこれ記者の人がねでこれまで34回西日本新聞の社会部と懇談をしましたが私たちの要請に社会部の部長は確かにブラック問題は 解決してきてきいますしかし、解決したことを報道すると、それは運動の足を引っ張るからかけないとはっきり言いました、えー。2022年3月22日にも西日本新聞社会、西日本新聞社会部と私たちは懇談しましたが、以前こういった発言をしたときにいた記者が今の社会部長です。その社会部長は、えー 私は新人の時にあなたたちと社会部が混乱した時に社会部長が書くことは運動の足を引っ張るから書かないと言ったことにびっくりしたと言いましたが、えー、これが西日本新聞の編集方針です。いくらブラック問題解決してもそれを書かない。書けば運動の足を引っ張るということを言いました。というふうにですね、あの、これ多分本当だと思いますよ。うん。まあ人権連の人がね、こういう嘘をつく理由っていうのもないんで、だからこれ、 西日本新聞はね、人権連の人に白状してるんですよ、これ。ね。だから運動っていうのは、これは要は解放同盟の運動ですよね。あの、ブラック差別がなくなっちゃったら解放同盟って運動できなくなっちゃうから、足を引っ張るから勝けないっていうことなんですよ。で、あの、今回ね、今回のあの、プロパガンダキ、 あの、記事、あの、西田さんの動画で、なんか、えっ、ー、これは、相本さん、相本さんかなあの、編集長の人が、なんか横で、えー、なんか語ってるんだけども、いや、鳥取ループは、なんか、 ブラック差別は悪質デマだと言ってる。なんか法律があるのに、なんかその悪質デマっていうのはわからないみたいなことを言ってるんだけども。まあ僕はね、悪質デマプロパガンダって言ってるんで、法律に書いてあるんだからそれはもうまさにプロパガンダじゃないですか。で、デマかどうかっていうのはそれは法律に書いてあるかどうかっていうのはそりゃ関係ない話ですからね。でもまあプロパガンダっていうのは事実ですから。だから、まあそういうことをまあしれっと言ってるんだけども、でも内心ではですよ。 あの、西日本新聞の関係者は、なんかね、すっごい神妙な顔でね、まあ西日本新聞に限らないんだけども、このブラック問題関係のこういう、あの、まあな、なん、というのかな、トークというか、こういう、まあテレビなんかでもそうなんだけども、こう、ものすごいこう、神妙な顔つきでね、あの、 何かに、何かを恐れながら話すんですよ。すごい神妙に、こう、慎重に、こう、言葉を選びながら。あの、あのなんか胸の使いがあるんですねよ。胸の使いがあるんでしょうね。本当は、本当は言いたいんだけど、言えない。うん。分かってるんだけど、言えないこと。だから、それを多分人権連の人に言ったんじゃないですか。あの、運動の足を引っ張るから、書けない。だから、僕、ちょっとこの辺をね、あの、西日本新聞の人のね、あの、考えてることっていうのをね、代弁しようと思うんだけども、 まあ正直ね、人権連の言うことを聞いちゃうと、西田さん、あなたね、あの、講演とか出れなくなるからね、あの、あの、西田記者、あの、なんかいろいろ同和関係の自治体の講演に出てるでしょで、あの、解放同盟の、なんかあの、ね、ブラック解放の、なんか別冊にもなんか書いてるみたいなんだけども、そうやって、あの、自治体のね、講演で、えー 講演して、まあ、お金をもらったり、まあ、自分を売ったりということも人権連のことあの人権連の言うことを聞いちゃうとできなくなるんですよ。まあ僕そういう話聞いたことありますからね人権連人権連関係のイベントをしようとするとですねその、まあ、自治体の方針に合わないって言ってて言排除されるんですよだから多分あの全国的に人権連排除してるんされてるんじゃない,ないですかあのブラック 差別解消推進法の方針に合わない。まあ、その、お上の方針に合わないからっていうことで、あの、多分ね、あの、排除されるんじゃないかと思います。だから、西田さんが、この人権連のにね、シンパシー持つようなことを言うと、もうその、自治体なんかから、 バンされるわけです。あの、追い出されるわけです。本当ですよ。あの、これあの推進法ができる前からそうでしたからね。あの、人権連なんかがそういう童話関係、いや人間関係のイベントでね、自治体のあの、講演なんかをやようとすると、あの、もう断られるんですから、あの、方針と合わないって言って、そんな感じなんで、だから西田さんは絶対ね、あの、人権連の方針は、 聞けないんですよ。聞いてしまったらもうあの、童話関係の講演とかできなくな,くなる。もうこの情報が干されるから、ね、西田さん。これが、この、このね、この童話関係のこのいじめ、差別対質なんです。いじめと差別なんです。あの、いじめと差別が好きなんで、この童話っていうのは。ということなんで、言えないんですよ、これ。うん、これ、それが、あの、事実です。で、西田さんのね、あの話。まあ僕も最後まで聞いたし、まあ記事も読んだんだけども、 西田さん、でも、カミングアウトえ、ルーツ公表に至るって言ってるけども、西田さんルーツ公表してないじゃないですか。ルーツ公表っていうのは、どこそこの、どこの部落出身ですって言って初めてルーツ公表ってなるんですよ。ね。ルーツってた自分部落出身ですって言って、それがルーツ公表になるんですかね。 僕、田舎出身なんですよ。もう、トットリュープ、私は、ど田舎出身なんですよって。まあ、それだけで、ルーツ公表にならないんでしょ具体的に、どこそこのどこですよって言わないと、それはルーツ公表っていうことにならないと思いますね。だからそういう意味で、この記事いろいろおかしいですよ。ルーツなんか公表してないしね。 うん、で、部落から逃げてきたって言うけど、じゃあどこの部落から逃げてきたんだ逃げたくなるような部落って一体どこですかって話なんだけども、まあ、これはあくまで推測ですよ。まあ、どうせ西田さんね、反論もしないし何も言わないからもう好き放題言わせてもらうんだけども、立場宣言っていう言葉を使うっていうのはお気になったんですね。でね、立場宣言ってね、結構最近から、最近になってね、 使われるようになった言葉で、多分ね、僕は広めたんじゃないかなと思ってるんだけども、立場宣言ってね、あの、ガチでやってた頃っていうのは、鳥取でしか使われなかった言葉です。あの、まあ、ネットとか、あの、国立国会図書館でも調べてみたらいいと思うんだけども、昔の資料だとね、立場宣言っていう言葉はね、まあ、ほぼ鳥取の話しかないですね。まあ、兵庫のあたりでもちょっと一部じゃ使われてたのかな。 これね、正確には、社会的立場の、えー、なに、なんだっけ、社会的立場を深め、社会的立場の自覚を深める学習ですね、正式な用語では。これを立場宣言っていうふうに言ってたんです。これは、あの、鳥取県の教育委員会が、鳥取県の解放同盟と一緒に考えた言葉なんじゃないですかね。で、それを、まあ、西田さんはね、もうほんと、いやいや、 そう、やらされてたっていうんですね。あの、特にあの、親の世代、親の世代。西田さん自体、自身は多分やってないと思うんだけども、世代的に。まあ、親の世代は、あの、無理やりやらされてたっていう話を西田さんしてるんだけども、正直ね、そういう話をや、そういうことをやってたところって僕、あの、鳥取県の東部ぐらいしか知らないんですよ。あの、立場宣言っていう言葉は、あの鳥取県全域で使われてたんですよ、昔。その、ガチでやってた頃。 で、あ、というか、今でも使ってますよ。今でも使ってます。鳥取だと立場宣伝という言葉。夜子のあたりじゃなんか、またやってるらしいんですけどね。ただ一番盛んで強制的にやってたっていうのは、鳥取県の東部です。あの、旧、あえっ、ー、と、旧鳥取市とあと、あの、ね、周辺の、あの、町村ですね。そのあたりでやってたんですよ。西部で。 で、広島とかね、多分ね、岡山とか山口じゃまずやらないと思うんですね。広島だとやりそうな気がするけども、立場宣伝って言葉広島じゃ使わなかったと思います。ブラック宣伝って言ってたはずです。で、兵庫県のあたりだと、まあ、やった。 あの、立場宣言って言って、そういう、あの、子供に、部落出身、あの、言わせるっていうのやってたかもしれないんだけども、でも、西田さん中国地方っていうヒントを出してますからね。中国で、しかもね、なんかあの、方言の語尾に出がつくんですよ。方言の語尾に出がつくって言ったら、島根鳥取とかそのあたりですかね。じゃあ、だったらやっぱ鳥取県東部なんじゃないですか。ちなみに、西田っていう名字が多い部落っていうのは、旧川原町の、あの、下引田です。下引田。うん。 昔はね、あそこ渡り一次村の一部だったんですね。あの、下霧だっていうところで、あそこは西田っていう名字が集中してるんですよ。あそこの部落には。だけど、まあ、それが西田さんの出身地かどうかは僕はわかんないですよ。わかんないです。あくまで想像するときに、想像で言ってますんで、まあ、もし間違ってたら西田さん、あの、反論してください。あの、言わ、何も言わないかもしれないけどね。でもそんな別にどこが出身かっていうのを隠すようなことでもないですよ。うん。そんなね。あの、 別に、まあ、そこまで行って僕はルーツ公表っていうことだと思うし、その、どこそこかっていうのをぼやかして、なんかこういう話をするっていうのはちょっと僕はおかしいんじゃないかと思います。実際その、ね、どこなのかっていうことも、なんかそういうふうに推測されてしまうわけだから、 だったらもうどこそこのことだって言って、じゃあ今どういう状態になってるっていうこともね、言ったらいいんじゃないですかね。まあ、少なくとも、あの、僕は承知してる限りでは、あの、鳥取市はもう立場制限やってないですよ。で、もうね、あのー、 まあ、竹内市長の頃にね、もう童話事業はもうやめていくっていうような方針になったんで、まあ、なんだかんだで林歩感残ってたりするけどね、な,な,なんだかんだで、その事実上の童話事業みたいなことはやってるんだけども、まあ、昔に比べれば相当マイルドになりましたよ。で、ブラック民宣言だの立場宣言っていうのももう鳥取市じゃできないんじゃないですかね。 うん。むしろあの、倉吉とかね、米子とか、あっちの方とか、あと島根とか、そっちの方が免疫がないから、今やってると、あの、やってるかもしれないです。鳥取市はもうそんなね、ブラック強制っていうことをやってないんで、まあ少なくともそれが理由で逃げる必要ないんだけども、まあただ逃げるのはない、まあ僕もそうなんだけども、鳥取帰ったって仕事ないし、で、やっぱりね、あの、 まあ、田舎ってね、いろいろ辛いところがあるんで、あの、部落に限らずね、その、やっぱり田舎って逃げたくなるところがあるんですよ。それはだから、別に部落だから逃げたっていうわけでもないんじゃないですかね。まあ、西田さんも、その、ね、九州で仕事してたらもう今更、ね、鳥取、まあ鳥取で決めつけていいのかわかんないけども、そのど田舎に戻る必要もないし、だから逃げてきたのは別に部落だけが理由じゃないんじゃないのっていうふうに僕は思ったんですよね。そこを、 なんかね、あっきり言わずに、こうやってね、こう、ぼやかしてぼやかして、で、ブラックっていう言葉で、なんかこうやってね、アクセス数を取ろうとしてるのか、それとも、 なんかあの解放同盟の言いなりになってなんか怖くてやってるのか知らないけども、うん。まあ少なくともアクセス数は取れてるようには思えないんですよね。だからこうやってなんかにこう匂わせのようなことをやるっていうのは僕はおかしいんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ僕は別にあの人権連のまや、回し者じゃないから人権連の言うことを聞けなんていうふうにね、言うつもりは全然みじんもないんだけども、でもやっぱりね、この記者だったら 5W1H。 えどこでっていうのがね、ちゃんとね、言うべきじゃないかなっていうふうに思います。だから西田さん、なんかこれやっぱ看板に偽りありですよ。うん。ルーツ公表って言ってる割には西田さんルーツ公表してないじゃないですか。だから西田さんね、本当に、本当に、本当にルーツ公表してほしいと思います。具体的にどこのことだっていうふうに言ってほしいと思うんですよね。 ね、そしたら僕はぜひあの、探訪してですね、あの、今現状がどうなってるのか。で、ブラック差別解消してるんだら僕、あの、解消するってね、あの、代弁してあげますよ。絶対西田さんとかね、こう山口さんとは口が裂けても言えないんでしょブラック差別解消、かい、もう、ね。 あの、あの、旧河原町の、あのね、下引だかどうか知らないけども、言っててもう解消してますっていう風になっても、多分口は裂けても言えないだろうから、まあ僕は代わりに言ってあげますよ。ちゃんともう解消されたって言って。もうね、皆さん仲良くしてるんですよっていう風にね、もうちゃんと言ってあげますからね。まあそしたら解放同盟の活動する理由がなくなってしまうから、ね、あの、 西田さんなんかが言うと公園とかで干されるけども、僕はもう完全にね、干されて、もう裁判所からもね、あの、出版禁じくらってこうやって YouTube からもね、田んぼ動画載せるなって言われてる状態なので、僕はもう失うものないんで、僕はね、代わりに言ってあげようかと思います。ということで、ちょっと長い動画になっちゃいましたね。えー、あの、西日本新聞の記事について、私なりの感想を述べさせていただきました。